いつもお迎えありがとう。売れないミュージシャンは公園で練習するしかないからね。え、夜道は危ないって急に女の子扱い？まあ嬉しいけど、なんでもないよ。日が暮れるの早くなってきたね。再会して半年ぐらいになるのか。なんかさ、自分と同じ昔と変わらない目標を持ってる幼馴染がいるっていいよね。あの頃に戻ったみたいで。励みになるっていうか、本当にあの時再会できて。あれ、私何言ってんだろう。とにかく、そう、お礼。日頃のお礼をします。何かご馳走するから、今日はうちに寄ってきなよ。ごめんね、散らかってるけど気にしないで。あのね、いくら幼なじみだからって一応女の子なんだからね。懐かしいなぁ。君卒業して引っ越しちゃったから、私のこと忘れてると思ってたよ。あ、ほら、よくここで歌ってたよね。嬉しかったんだ、君が約束してくれたこと。私がミュージシャンになったら、私を主人公にした小説を書くって。だからびっくりしたよ。今も小説家目指してるって聞いてさ。そんなの私も一緒だよ。ミニアルバム1枚出したぐらいじゃミュージシャンとは言えないよね。子供の私が聞いたらなんて言うかな。ダメダメ、もっと頑張んないと。ほら、一緒に。せーの、頑張ろう。